オクシタニアの領域オクシタニアの旗。フランク王権から南仏を分離させ、アルル王国を築いたボゾン家の紋章で、ネストリウス派の十字架を模したものではないかとされる。オクシタン語の回駆文。オクシタニアは、南フランスを中心とした一帯のうちオク語が話される地域の名称で、フランス部分で取られた調査では、住民のおよそ40%がオク語を防護としている。 文献には1290年にパトリア・リンがガ、沖祭ニーとして所出するが、オックゴ自体は13世紀後半に、ダンテが、リンガー DC について言及するなど以前から知られていたようである。オクシタニアは、南フランスを中心とした複数の国にまたがる地域であるが、具体的には以下のようになる。これら地域は、フランス北部よりは、カタルーニャと、元来密接な関連を持ち、 また言語も同様である。オクシタニアの行政区分オクシタニアを規定する、オック語であるが、これはラテン語を起源とする言語で、イタリア語やスペイン語、フランス語と同じくロマンス語の一つに数えられる。また会議がスコン、オーベルニュ、リムーザン、ビバロアルパン、ラングドック、プロバンスの六方言があるが、いずれも容易に相互理解が可能である上、 それぞれが聖書法を持ち正当性を有する。標準億語という概念は各方言の総合とも言えよう。億語の文書は旧世紀に法律、文学、科学、進学で一度だけ使われているものが最古である。それ以前については数世紀遡ると考えられているが地名から推測する他ない。ローマ時代。 ガリアナル・ボネンシスと呼ばれた、この地域は同一の文化を有していたものの、5世紀以降は、セプティマニア王国、プロバンス王国などの地方勢力も奥タニアを統一することはなく、教会や修道院、封建領主、自由都市のそれぞれが複雑な中性関係のもとで、相争った。9世紀から13世紀にかけては、アキテーヌ校、ホア博、トゥールーズ博、 アラゴン王がオクシタニアの書領をめぐりしのぎを削っている。オック語文学はこの頃発展し、流星を極めた。12世紀から13世紀、トルバドゥールたちが宮廷恋愛を歌うようになり、オック語はヨーロッパ全土に広まった。オック語やオクシタニアの語が現れ出したのもこの頃である。1102年には、トゥールーズ博麗門4世が第1回十字軍の際に、 トリポリ博国を建てている。トリポリ博国には、オクシタニアやイタリアから住民が集まって、オック語が話され、オクシタニアの植民地とも呼べるものであった。13世紀のアルビジョア十字軍の後、フランス王の支配力が及ぶようになったが、完全に、フランス王喧嘩に入るのは17世紀である。こうした流れの中、住民は、以前、オック語を話してはいたものの貴族やブルジョアジーが、 フランス語を学ぶようになり、1539年、フランス王は一世は、ビレルコトレの直令で、行政上での言語をフランス語に限定するまでになった。1789年のフランス革命では、地中海地域の自治とオック語の復権が図られた。しかしこの試みはジャコバン派の反対で挫折してしまう。一方19世紀になると、オック語文学の巻き返しが始まり、 フレデリック・ミストラルがノーベル文学賞を受賞するなどしている。しかし1881年、ジュール・フェリー内閣の時代から学校でのオック語の使用は禁止され、結果オック語の地位は次第に低下していく。フランス語によるマスメディアの影響もあってこの傾向はさらに顕著である。1999年の統計によれば、オクシタニアの1400万から1500万人の 人口のうち億語を母護とするのは600万人とされるものの、その多くが高齢化を迎えており、億語の維持発展を求める試みがなされている。ありがとうございます。